うまい。どうも、元気まです。皆さん、元気、足りてますか？いや、元気がないということで、今日も元気を届け、農業の楽しさ、素晴らしさを伝えていきたいと思います。今日は、じいちゃんの家に来ております。というわけで、田舎暮らし一日やっていきたいと思います。ピースピースでは、夏はなんてできるよ。できる、うん、できるはずと思うよ。そこからに、え、あれ、里芋入ってるじゃん。里芋、何里芋。あ、里芋自家用が。今日はポニーがいませんね。今日はこんな暑い。暑いでこんの？あっこいっぱい人あるじゃん。午前中は来るの。これ。あの。トマトなんか手を入れられないかんのにこれ。暑いだね。かわいそうだね。あ、でも結構。でけえ。でけえ割と。食べていい？こんな汚いね。小さいやつだよね。いただきます。うん、うまい。たちうまい。元気マンチャンネル。火大丈夫なの？寝てるな。もう起きた。起きた。これはないな。これカメラ。これ、すごいカメラだな。うん、携帯。はい。食べます。これは何ですか？うん、これは何ですか？お風呂。お風呂。滝に出たお風呂。暑いね。すげえ、もう煙が出てきたね。煙が出てきた。何？煙が出てきた。煙？煙なんだ。お風呂炊いたもん。え、おじいちゃん食べないの？お風呂炊いたもんって煙が出る。はい、昨日もちょっと種まきやったんですけど、今日も引き続き、ここの、離れに来たんですけど、切る玉ねぎの種をまいていきたいと思います。こんな感じ。人参の種よりはちょっとでかいかなっていう印象だから、人参よりは巻きやすい。楽しかったわ、働くの。働くの楽しいな。遊んでるって遊んで、働いた方だな。ほら、あそこの山に住み上げたんだよな、うん、どこだよ。卒業するとこに、一番こっち側にこういうでかい山があるな、うん、それでもうちょっと夜行行くのがあって、そこの、そこに山があって、炭焼きって、歩いてると1時間ぐらい。今はもう行けない？今は行けねえだよ、うん。元気はまさかここで数枚、トレイを忘れてきたことに気づきました。ではまた次回、巻いていきたいと思います。無事、玉ねぎの種まき。終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。すげえな。
ヤッホーヤッホイッホー。いや懐かしい。気持ちいい。やっぱ普通のお風呂より下から熱気が来る。さあ、気持ちいいよ。あー気持ちいい。元気マンチャンネル。初めて飲むな。おじいちゃんと初めて飲む。泡が出るのか。寝かしといてやらない。そんなのお酒飲まんでない。あ、じゃあお酒ないよ。タちゃんは見た。タちゃんビールか。あー飲んだ。飲まん。もっといいわ。乾杯。タちゃん飲み物は。タちゃん飲み物。はい、いただきます。ビールって味がする。あれ、うまい。あれ、全然ある。あ、いらん、そんなに。うん、おむかくなるの。うん、これ、ビールはな、はい、おじいちゃんもかけるか。かけた。おじいちゃん、かけたね。で、これ何を味する？お醤油？いただきます。醤油？なんかどうする？うん。おいしい？おいしい。これ、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